や本当ね、えらいことになっておりまして、田川寛太のですね、車が潰れまして、今大変なことになっております。なのでね、本人まだねちゃんと来てないんですけれども、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、お大丈夫そうかな大丈夫ですか大丈夫ですか本当すいません、はい、本当すいません、はい、どうもありがとうございましたまた来週ちょっとまあそんな感じでね、はい、頑張りたいとは思うんですけど、はい、まあ前回おかげさまでですね、結構いい成績を上げれまして、はい、まあこの調子でですね、調子に乗ってですね、うん、2回目をやってるんですから。だってまだそんな経ってないでしょ。何が前回そう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 、もう調子乗ってさ、この調子だったらとか思うんだけどさ、うん、さてオカルトの話だと言うんですけれども、基本的にね、オカルト、うんの話聞きたいんだったら、この後8時にファンキー中村さんがやるんで、別のところで、ええ、そこに行けばいいと思うんですよ。なるほどそう思いません。なるほど、うん、だからそのなんていうのかな、そのオカルトをね語るっていう風になった時に、俺っていうのはまずすごくなんていうのかな、その懐疑的っていうか、あんまりそのなんていうの、楽しいんですけれど、楽しんでるオカルトって言ったら2つぐらいしかないんですよ。ほう、うん、あの陰謀論とウーマぐらいなんですよ。その2つは本当楽しそうじゃないですか。それは本当に楽しい。あ、まあそんな感じでね、うん、だからオカルトって言われても、例えばそのなんていうのかな、盲目的に信じないんですよ。ほうほうほう。だからまず逆に疑ってかかる、はい、っていうところ始まるんですね、うん、だから今回ね、実はアメリカがね 3つの動画出したんですよ。アメリカが UFO の動画。はあ、UFO の動画、うん、お3つ3つ、うん、3つも一気に、要は公表みたいな感じで、ほうほうほう。ほんでその3つが今ね、うん、その世の UFO 研究家がさ、はい、大騒ぎしてるんだけど、ほう、うん、ね、ほんとそれでね、うん、その3つの UFO の動画を見たんだけど、うん、何のテンションも上がらないんだよ。あ、そうなんです。だって今まで、うん、UFO 動画だって言われてる、うん、やつとあんまり変わんないんだもん。はい、変わり場がないんですか、そんな。全部変わり場ない。それをなんで今公表したんですか。それコロナの関係だ。ああ、なるほど。うん、コロナでそのなんていうのかな、うん、その目くらましじゃないんだけど、うん、ちょっとなんか話題をそらさそうみたいな、ね、そういうような形でちょっと、まあもしかするとちょっとこれで楽しんでくれと。あ、余興、これは動画で楽しんでくれと、余暇を提供してる、うん、っていうようなノリじゃないですかね。それだったらね、だいぶ昔になりますけど、宇宙人解剖のあれの方がテンション上がりましたもんね。分かった。どっちかといえばよ、もうバカにすんなと思うよな俺ね、あれ見た時に、うん、すぐ企画したんですよ。ほう、あ、そうなんですか。すぐ企画したの。あのね、日本も宇宙人解剖ビデオ作れるって話になった。ほうほう。でみんな作れないって言うんですよ、はい、その要はあれってその設定があるじゃない、うん、軍に運ばれてどうのこうのって言って、はい、ほんで日本にはそういうシステムがないから、うん、あれは作れないってみんな言うんですよ、うん、でいや違う、俺は作れるから金よこせって言って、うん、はい、やると。そう、ちゃんとあのね、要は解剖宇宙人のその内臓とかそういうの完璧に作れるのを用意してくれと、はい、うん、作れるからって言う。じゃあどうすればいい、作れるんだって言われた時に、戦時中まで下ればいいんですよ。なるほど、遡ってね、うん、ほんでね、731部隊が、うん、宇宙人のその死体をその手に入れて、うん、要は UFO だよね、はい、そういうの手に入れて解剖してたっていうふうにすればいいんですよ。なるほど。だから全編白黒で、うん、8ミリっぽくやってて、そのところどころでいいんですって言って、うん、そっちの方が絶対信憑性あるからって、うん、はいはいはい、ほんで俺それを見つけるときに、うん、俺らは見ちゃうわけだ、うん、見ちゃいますね。見てなんだよこれってなったときに、あの宇宙人解剖ビデオと一緒じゃないかって、うん、でもあれはインチキだって、これまずいってってなったときに、そのいろいろ731部隊の生き残りとかそういうのにいろいろ言うんだけど、うん、はい、インタビューしたりとかして、うん、でそれ見てもらった時に帰るとか言って、おじいちゃんが帰っちゃったり、はい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 、うん、面白いね、それ。どう、そういうので、ほんでいよいよ、うん、そのもうこのフィルムはもう、うん、どうしようってなった時に、はい、公表しようってなるわけですよ、うん、なんでかっていうと、スタッフが2人ぐらい行方不明になっちゃう。おお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 お
じゃあこれを公表すればもう手出せないだろっていうような形で、うん、では皆さん見てください。あの当時からしたらだいぶあれですよね。すごいでしょう。斬新ですよ。というよりもみんな信じたと思います。阿炎共感ですよ。いやいや世のオカルト。600万よこせって言ったの、600万。安いもんだと。ああそうだろ。もうあの倍3倍で、そのうちのに300万ほどその宇宙人の解剖に使うから、はい、そんぐらいかけないで、ね、うん、ほんで200万は俺の利益っていう話にしとった、うん、誰も出してこなかったかな。出してればね、ねえ、歴史に残るフェイクメンタリーだったと思いますよ、うん、だから、うん、あの実はね、日本でその心霊以外のフェイクっていうのは俺ぐらいなんですよ、うん、はい、あ、言われてみれば、そうでしょ、うん、あのウーマやったり、うん、あのやったやついるよ、うん、いるけど、そのなんていうの、あのちゃんと結果出したのは俺ぐらいのもんですよ。確かに。で、ウーマーで、あと宇宙人とか、うん、あのいろいろフォースカインドとかなんかいろいろ海外のあったんだけど、ね、俺それに勝負できたかもしれない。その7番地みたいな。あの、その話は、うん、あれ、なんでやんなかったんだろうっていうぐらい。お金がないんですよ。はあ、はあ、あ、そういうこと。600万は高いっていう話。あ、そうなんですか。うん、いや、俺多分2倍、3倍で返ってくるぐらいのあれかなと思いますよ。はっきり言っていい、うん、そこまでの自信はなかった。そう、ね、幽霊だったらある程度のその、あの、なんていうのかな、あの計算は立つんだけど、はい、UFO はものすごく難しい。あ、そうなん、うん、難しい。実は UFO ファンってそんなにいないです。あ、そうなんですね。うん、いないいないいない。あの、例えば UFO、幽霊を見たって言い始めると、うん、話が広がるじゃないですか。そうですね、うん、ほんでこうどんなの見たのっていうのから始まって、こういうのだったんだ、うん、実は俺もっていうのとかあるし、はい、実は俺の知ってる人が、うん、ね、広がっていくじゃん、はい、UFO は UFO 見た、ああそうって言ってUFO 話って実は俺も見たんだよねってあんまなんない、ないでしょ。確かに。で見たんだ、そうだ、すごいねで終わりじゃん、うん、確かに。そっからブワー降りてきて、我々は宇宙人だって言って来てたら、それはね、うん、でも連れてかれたら、ね、そう、それが できて出てきたとしても、お前頭おかしいんじゃねって言われるじゃない。うん、我々は一度拉致されてますからね。何、真面目な話。何の、あの、まだガチ2人でやってた時に、大阪の帰りに一回拉致されてますけどね。大阪の帰りに。高速で。何の、あ、宇宙人にな。宇宙人拉致されてます。いや、これは本当。本当の話。本当に。俺ら2人ね、多分ね、あれ完全に UFO に連れてかれたから。もともと俺が UFO に連れてかれてんですよ。あ、昔からね、言ってもらえる、ね、うん、あ、これ綺麗な映像だから見せれる、あ、多分見せれると思う。見せてやろうか。俺多分ね、連れてかれてるんですよ。はいはいはい、うん、で、これトークショーで話したことあるんだけど、うん、こういうのでは初めてだ。初めてですよ、うん、俺ね、ほんと未だに分かんないことがあるんですよ、うん、あ、これ初めてだよね、多分。多分、ね、映像では初めて。トークライブでは初めてだと思うんだけど、うん、そうですね、あの、生ではやったことあるんだけどね、うん、俺ね、小学校の時に、あの少年野球をやってた、はいはい、ほんならだいたい夕焼けっていうのが、うん、まあ、沈むまでやるわけですよ、夕暮れんっていうかね、うん、あの、ほんなら太陽はこっちから沈むんですよ、はい、でこっち側が生駒山っていって生駒なんですよ、はいはい、うん、ね、生駒っていうね、ほんで、あ、ごめんごめん、だから生駒をこう沈んでいくっていう感じ、生駒の方に、そう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 、で沈んでいくのよ、はい、ほんなら、その日はなぜか知らないんだけど、うん、登ってきたのよ。もうだって夕暮れ してるんでしょ、うん、沈んで、また、もうすごい巨大なこんなのがブワー上がってきたのよ。ほう。ほんで俺が、なんだよあれって言ってたら、カンタ何言ってんねんってみんなが、はいはい、俺しか見えてないで、ブワーって上がってんの。あれ、未だに何なのか分かんない。ほうほうほう。ほんで、俺多分その時に、うん、UFO に連れて行かれてる可能性がある。あ、そうなんですね、うん、ほんでその後、うん、もうあの、なんていうのかな、何もそういうのはもう、はい、忘れてたっていうか、まあ何だったんだなと思うんだけど、うん、あの外科、ちょっと足怪我した時があって、はい、ほんで外科の先生に足を見せたんですよ、はい、ほんなら「タワーさん、これどうしたの?」って言って、うん、子供の頃これって言って、うん、すっごい大怪我したんだねって言うんですよ、はい、で、え、どういうことですかって言ったら、いや、この傷見てごらんなさいよって言ったら、うん、ピュアー線が入ってんの、はい、で、そのね、小学校ぐらいの時からその線があったのよ、あ、
あなるほど、できたのよ、うん、ほんで痛くもなんともないんだよ、うん、ほんでだからあこれお袋も、はい、あなんかのあざかなみたいな、うん、もうこんな線なのね。ほんでお医者さんがそれをまあ俺が18組の時なんだけど、はい、それを見た時にどもう俺の時大騒ぎだったでしょこれ、うん、っていうの、はいはいはい、なんでかっていうと、うん、完全にスパッと切れてる傷なんだって。ほう、鋭利なもんで、鋭利なもんで、うん、でここまで切ったら、うん、縫わなきゃダメだって、はい、縫ってないんだって。あそうなんですね、うん、縫られてないんだってよ。なのに要はその縫ってない状態で、うん、ずっといたってことなんだよ、はいはい、ほならどうしたんってなるわけで、お医者さんからすると。で本来ならピャーチンそう出る、いやいやそれぐらいの傷なんだって、正味な話、はいはい、いやないんですって言って、はあ、し覚えてないですって言って、ほんでお袋に電話したら、はあ、そんなの一回もない、はあ、多分ね、うん、宇宙人の技術で切られたんだよ。ああなるほど。でそれがここにあるんだよ、未だに、ね、これこれどうしようかしら。いやいやちょっと待って、これねこれそれね、うん、はいはいはい、それね、これこれ本当に本当はあざとか、ね、これあざに見えあざじゃないでしょ、うん、切れた感じ。これはねもうこれねちっちゃくなったぐらいなんですよ、うん、それでもね本当はねこれぐらい広かったの。はあ、うん、で俺がねこの話するようになってからちょっとずつ薄くなってきてる。あそうなんですね。うん、証拠に密しようとして、これは見る多分ね、見たいですか。こう見たい方はぜひチャリンチャリンしていただけるとね。チャリンチャリン、高高チャリン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 一番溜まったら。ファッサンファッサンしていただけるそう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 、うん、っていうような形で俺宇宙人連れてかれてるっていう話ですよ。まあね、でうちらもねその後一回連れてかれてます。あほんで、うん、ほんでねどこで連れてかれたかっていうと、うん、ケージバイパスっていうところなんですよ、はい、そうそうそう。ほんで俺とヨシがあら何の時だったかな、まあ先にみんな帰ってね、うん、俺とヨシが後で帰る、うんっていう話になって帰ってたんですよ、うん、ほらなんかどれぐらいかな、いやもうほんとね一区間以上、うん、今日ケージバイパスっていうのが関西にあるんですけど、はい、そっからある一定のとこから、うん、ある区間まで二人とも全く記憶がないんですよ。全くほんと全くよ全く記憶がないよ、うん、ほんで例えばこれ居眠り運転とかなってたら、うん、絶対に事故ってる。大事だってね、一直線じゃないもんね、うん、カーブもあれカーブもあれあるし、結構車間距離混んでて、うん、車間距離も結構あったんですよ。そうそうそう。でもその区間全く記憶がないの。ほんでハッとなってあれここどこって言ったらよしもえここどこですかってなって、そう本当にやっちゃったな俺らみたいなね、うん、っていう形で、まあそういうことでね、うん、あれ多分 UFO に連れてかれてるんですよ、うん、そうですよね、うん、まあ、そうとしか考えられないんです。そう、ね、はい、まあ、だんだん増えてきましたね、116人。ありがとうございます、116人だから。だからね、基本的にまあ宇宙人ってそういう話に盛り上がらないんですよ。はあ、はあ、うん、ね、なんていうのかな、イカみたいな宇宙人とかね、うん、タコみたいな宇宙人じゃなくてさ、うん、今なんて普通の人だっつったもん。こんな感じらしいですよ。そうなんですか。ああ、雲母星人とかいろいろいるんだけど、うん、雲母星人はね、指紋がないんだって。あ、そう。皮が薄くて、うん、エレベーターのボタンが押せないんだって。そうなんだ。うん、だからこうエレベーターのボタンをこういう感じ、こういう感じにして、うん、プンと押すと、はい、雲母星人なんだって。あ、そう。雲母星人はでもいい人たちなんだって。ほうほうほう。地球をね、の人たちを大事にしようっていう宇宙人なんだって。めっちゃおちょくてんじゃん。いや、真面目に言ってますよ。あ、そうですか。で、爬虫類型の宇宙人がいるんだけど、はい、これは悪い宇宙人なんだって。爬虫類型はダメ、ダメなんだって。ほんでそういうのが、うん、なんか悪いイルミナティと手を組んで、うん、今回のコロナもやってるんだって。あ、そうなんですか。それどこで書いてあったんですか。無だよ皆さんここまで合わせと。宇宙人雲母星人、爬虫類型は悪いやつ、うん、はい、っていう話なんですけど、米軍が UFO の映像を公開しましたね。その話をさっきしたんですよ。そう、したんですよ。だからああいうのはもう目くらましっていうか、米軍なんかあんね、あれなんだって、未確認飛行物体っていうのはもう普通に飛んでるんだって、うん、ドローンでしょ、要は。なドローンもありますしね。エリア51、はい、要はその宇宙人っていうか UFO に飛んで、よく飛んでるっていうとこあるじゃないですか、エリア51、うん、あそこね、本当に行ったら普通に飛んでるって。あ、そうなんですね、宇宙人が。
はあ、宇宙人ですね、宇宙人 UFO が普通に飛んでんだって、はあ、見たこともないようなあの、うん、物体がいろんなのが、うん、それはそうだよ、あそこは軍需基地なんですよ。そうですよね、軍需建設基地で開発地だから、それは飛ばすよ、それはね、うん、それを見て UFO だって言うんです。なるほど、まあ、間違いじゃないんですよ、未確認飛行物体だから、ね、うん、でそこに宇宙人がいるかっていうと、そこよ、ほう、エリア51、エリア51ね、うん、いるからね宇宙人は。あ、そうなんですか、あの中には、あの中に、うん、あのストロベリーアイスが好きだぞ。あ、そう、ストロベリーアイスが好きなんですか。アイスクリームが好き、アイスクリームが好き。あ、そうなん、普通にご飯食ってるから、あ、研究所の人たちと、もぐもぐつ、どうぞ、ほんで彼らが、うん、一番好きなのはストロベリーアイス、はあ、はあ、うん、でいろんなテクノロジーをこういろいろ開発して、うん、ステルスとかああいうの作ってるんですよ。あ、じゃああちらの技術を、技術を使って、ほんで、うん、あのペット欲しいなって言った時に、うん、あのティラノザウルスでも飼うみたいな話になって、ティラノザウルス、ティラノザウルス、要はもうそのエリア51にはいろんなものが来るから、はいはい、あの要は恐竜の化石とかも来るわけです、はい、ほんでそこの DNA を抽出してそのクローンを作ろう、はい、って言ってクローンを作ったら、うん、ケムクジェラのカンガルーみたいなのが出てきたんだって。ケムクジェラのカンガルーだった、あの羽がいっぱい生えたカンガルーみたいな顔したティラノザウルス、ティラノザウルスってそんなんなんだって。あ、そうなんですね、全然凶暴じゃないらしい、はあ、めっちゃ人懐っこい、人懐っこいこうやって研究してたらこうやってクッコッコッって言ってこう覗きに来るんだって、お前ちょっと邪魔とかなんでよくあるじゃん、ペペッと邪魔ってコワーとか言っておもちゃバーンなってたらコッ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 っていうのがティラノザウルスなんだって。あ、そうなんですか。暴流でも何でもないらしいよ。はい、そんなあれなんですか。大きくなることはなるんだけど、うん、もうずっと人懐っこいんだって。カンガルーね、うん、カンガルーみたいな顔してるんだけど、もう羽だらけ、うん、だから最近恐竜には羽が生えてる、はい、あれよく言うじゃないですか、うん、あれエリア51でクローン作ったらそうなっちゃったんですよ。あ、そういうことなんですか。みんな羽、はい、じゃあ鳥みたいなもんなんですか。そうって書いてあったよ。何書いてあったの。ムーニー